もうやばいっす。相当やばいっす。食料生産してない。止めてる。これなんだっけ。一応建材取ってたのか、これなくなるっつってんのか。そっか、これスムーズにやるためにやっぱワーカーが余ってないとダメだな。これ減らす。うわー、わかんねえよー。石炭、あ、待って、石炭余ってる、余ってる。で、これをちょっと減らして、もうなくなるからね、どうせなくなるから、ワーカー600人まで増やしてこんなことしなきゃダメなのかな。で、そっちに建材を取れん。全力建材取ってやばすぎ。見てなかった、残りの建材を。150になる、ぴったり。ぴったり150になるから、ぴったり置ける。次のやつ、次の建材取るのはぴったり150たまります。よかったな。で、研究早くなったかな。あ、64番だって。ダスト炭鉱、で作り終わって、残り1、じゃあ壊します。違う、壊して隣に建てる。あれ、これ2箇所取ったらどうなんの。あ、そういえばそう、どうなんのこれ。あー、ちょっと待って、それでよかった説あるよこれ。1回1箇所ってやってたけどさ、アイコン2個あって、2個取ったらこれ2個分取れるってことだよね。うわうわうわ、これ3つ密集してたじゃんここ。待って待って待って、石炭もそうじゃない。うわ、これ俺やってない、めちゃくちゃやってない。これ密集してたらさ、同じ資源取れるやつはかぶっていいんじゃないの。やったなこれまあそれ込みでパズルゲーだよね。うまいこと同じ資源を。いやー、そういうことなんだろうなー。そうだよなー、普通に考えてそうだよなー。うわー、無駄したなー。あ、でもどうなんだ、取れる速度は上がらないのか。在庫が長くなるだけで取れる速度は1回分か、多分。だから石炭を取るやつをこれ複数置いたのは、それはそれで別に正解だったのか。いや、わかんないけどね。150取れてる。150取れる。48？ なんで48？あ、下げてるからか。下げてるからだ。これどうな、どうなの実際。現在が毎週15。残り1。どっか健全なかったっけ。ここに建てようとした時出るかな。あ、ちょっとブレイクしてないか。いや、かぶっても取れる量、速度は増えないよね。在庫が多いから、長い期間、お、来た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 。長い期間取り続けられるってだけの話だよね。だから複数台置いたこと自体は別に、ありっちゃありだったんだけど、建て替えの建材がやっぱ無駄だよな。そうだよな。
で、ダスト。え？どうなんのこれ。ダストなんとかになるのこれ。立てるときに決めんの？炭鉱が、なんかある。はい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 。あ、疲れたみたい。どこだっけ。あ、これがなくなった殻です。解体。石炭が、備蓄が残り1000です。石炭が3周分しかもありません。これも解体しよう。で、ブレイク、ブレイク、ブレイク。うおー、うん、石炭も全然なくね？全然なくね？こっちもね、こっちもね。待って、石炭、これ。いや、地獄すぎん。なんもないよ、もう。うわ、まあ、とりあえず、言われてる実績を、こなすしかないわ。じゃあ研究する？次の。住宅断熱やれる、あ、新型炭鉱。居住地区の基礎熱需要量、これ絶対重要でしょ。やってまーす。で、ブレイクしたら、ダストなんとかの建材、どっかもっと建材あったよね。これか、建材。ここもブレイクしといた方がいい気がするね、一応。人いるうちにやっとこう。ブレイクで、ダストなんとか。お、人増えた。増えたよ。1900人。違う、1199人増えた。ワーカーがどのくらい増えたんだこれ。わかんねえな。元の数値覚えてなかった。こういうタイミングなんだ。なるほどね。寒いみたい。どっか下げてたよね。これか。足んない、足んない、足んない。ダストなんとか早く。ダストなんとか早く。で、どうやるの？それって。採取地区。ダストなんとかってどうやるの？勝手になるの？これ。ああ、書いてあるわ。よく読め、俺。地区。はいはいはい。ここあるね。地区内に資源交渉が増えても生産量は増加しない。だよね？そうだよね。速度は増えない。抽出可能な資源の総量が増えるだけ。それは OK。それは OK よ。ちゃんと書いてあったね。ははは。ダストなんとかにするのはどれだ？勝手になる？勝手になるのか？ちょ待ってね。採取。48K4。勝手になんのこれ。ちょ待ち。あー、こっちなんだ。マジか。これどうすんだ。あ、拡張させるんだこれ。マジか。そういうことか。上がった。
意味がなかった。まあ普通の立ててからこれを立てるとさらに400人も使うの？待って今、あ、スロット今これ空いてんの？これ今これなんだっけ？これ壊してる今。壊してんだよね。これもあと6日でなくなる。拡張スロットっていうのが最終地区にはもともと1個あるんだ。で、そこにダスト入れるんだ。108周残ってるから、ここだ。これだ。わかったよ。はい。どのくらい増えるんだろうね、これ。14日かかんの？増えんのかな速度。じゃあこっちにも普通のやつ立てよう。何が足んない？熱印です。もう全員からもらっちゃったよ。もらえる？もらえない。資金プロジェクトってなんだ？はい、あ、回復した。なんで？はい、はいはいはい。これなんだっけ。稼働中止。あ、これなんか。ちょ待って、順番。まずそれ見る。町の成長、人口成長。執政官殿、最新の調査により、この数週間で、大幅な人口成長があったことが分かりました。もう飯ないんだけどね。フロストランドからの流入を原因と考える者もいれば、出生数が死亡者数を超えているためと考える者もいます。原因は何であれ、新しい人口を反映させるため町に必要なものの計算を調整しました。はい、足りん。これ止まってんのは何すんだこれ。和解の場所。新鉱山が誕生したことで石炭現象による不安はひとまず遠ざけることができます。もうないけどね全然。しかし共同体の間の意見の相違は解消されていません。病床に伏せっていたキャプテンは彼らを取りなすために評議会の設立を望みましたが、その実現を目にすることなく他界しました。これは今、執政官であるあなたの仕事となりました。評議会を立てる。評議会をどう運営するか、ニューロンドンの住民はあなたの生命を望んでいます。キャプテンが偉大すぎたな、これ。最初の決定はあなたが町を引き続けるかどうかです。速攻追放されるかもしれん。評議会。研究しろってことだよね。いや、立てればいいのかな？ちょっと待ってね。やることいっぱいある。この、せっかく工業地区建てたのに、なんも、何？説明がなかったから、建ててみたけど、なんも起きないわ。わからん。なんかスロットに入れないと、稼働しないのかもしれん。んとかね、集積所かね、空。やばすぎ。ワーカーが残り1000人。ワーカー余らしとくのがもったいないんだよね。止めてたところを。これ何？石炭ゼロ。買いたーい。で、二個目の石炭を立てなきゃいけないのはわかる。それはそう。はい。で、工業地区がわからんかったな。
建材なんとか取れてる。で、これが、木材。ワーカーが少なすぎて上がんねえ。まあまあ、やるしかない、やるしかない。アスベストが研究終わればね、またちょっとマシになると思うので。これまた温度下がるの？マイナス40度くるってことこれ。あ、でもあれか、マイナス40の次また上がるから、上がったら石炭がどうなるかっていう。で、評議会はどこに立つの？労働力も足らん。うひょー、一旦熱量が、熱印が溜まるまで待ちます。評議会が80必要なので、全然たまらん。もらえる？また。もらえないわ。なんだこれ、昇進避難、わからん。もらえねえ。あと何日？あと2週間。貯めないといけない。これが解体されたら、あ、もうない。ん、待って、どっか解体してたよね。解体されたら、熱に帰ってくるかな。あ、80になった。で、評議会をどこ建てるの？違う、わからん。ちょ、待ち、何しましょう。食料も足らん、何も足らん、何も足らん。200人いればいいから、これで。評議会、そこ立つんだ、真ん中に立ちます。はい、評議会200人もかかるんだな。マイナス40度が来るよ。なんだ、採取場が枯渇しそうだ。そこをつく石炭。執政官殿、この地区の石炭交渉のいくつかはもうすぐ枯渇します。フェイスキーパーズとニューロンドナーズは爆発物を使えばより深いところに埋まっている石炭を採掘できると考えています。フロストランダーズは狭いトンネルの石炭を採掘するために子供たちを送り出すべきだと言っています。放棄された採掘遠征基地に自ら出向いた子供たちもいて、無傷で戻ったようです。放棄された採掘遠征基地、ほう。爆発物を使うとより深く採掘できるようになる。すべての採掘場で石炭の量が 10% 増加で、ニューロンドナーズとフェイスキーパーズとの関係が改善。ボランティアの子供を募る。フロストランダーズの子供たち、この方が量が多い。ただ改善はフロストランダーズとだけしか改善されない。環境は、でもなんかデメリットが書いてないね。子供を送り込むってさ、絶対なんか事故って死者出そうだけどね。まあ、数値だけ見るとこの子供たちが頑張って石炭を拾います。いいのかな。はい、量が増えたのか。52周ダスト炭鉱270。で、これにダスト炭鉱かの資源はあんの？別に400必要なの？これダスト炭鉱って。わ、すごい、 1K 労働者 1K 生産量270100。あ、そうな、270プラス400で倍以上になるから、やっぱりお得だ。じゃあダスト炭鉱やりましょう。食料カット、カットしていいのか。600に足らないじゃん。
カット。600人、あ、400人だっけ ?400 人か。熱品が足りません。じゃあ、それまでは稼働しときます。それまでは稼働しておきます。ワーカーを余らせておくのが一番もったいない。研究が 50%、 マイナス40度が来るまでに研究が終わってくれたら楽だったんだけど、これの研究シフトもあんだっけ、なんかあったよね。これだ、研究者をせかす、信頼低下、よしやるしかねえんだよ。後できっと俺に感謝するよ。なんか出てるね。なんだ？扉の一つが閉ざされた時、執政官殿、フェイスキーパーズがキャプテンの存在が各家庭に生きていることの印として町の各戸を訪問する月例更新を始めました。どういうこと？キャプテンの存在が家庭生きて、ん？うん。しかしフロストランダーズの一部グループが扉を開くことを拒否しています。その中の一人によると、彼らのやりたいことを邪魔するつもりはない、ただ見知らぬ他人を家にあげたくないだけだ。はい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 。私たちはかのお方に守られた羊の群れ、勝手に離れる者がいればどうして結束を保てるでしょうか。うーん、いやー、これはこの辺だと文言の意味が分かんないけど、とりあえず誰かが各家庭に訪問している、開けたくない人もいる、完全にやめちゃうか、開けたくない人は開けたくないでいいと思うタイプなんだけど、介入しない、全ての共同体との関係が悪化する。やっぱ事なかれ主義はダメなんだよ。今フロスランダーズとは一番関係がいいと思うので、まあいいじゃん、みんな顔を突き合わせようよ。こんな時代ですからね、やっぱ信頼関係というか、そのね、人とのつながりを大事にしないと。ということで全部扉を開けてください。フロストランダーズとの関係が中立、はい、おで法律、これか、左下にできたね、法律が。フェイスキーパーズとは、中立。ニューロンドラーズも中立。はーい。で、なんかできた。あ、なんか丸。丸アイコン何？で、熱待ちか。ダストタンクの熱待ちか、今。わかった。まあ、一個でさ、研究シフトでもよかったかもしんないけどね。さ、もう、信頼がねえんだ。実績もねえんだ。じゃあそれ見ます。おお、第1回評議会、町の決定、評議会が始まり、不安が広がっています、広まっています。キャプテンは長年にわたって強固な運営を行ってきましたが、その彼はもういないのです。今町の共同体は発言の場を欲しています。フェイスキーパーズは唯一の組織だった派閥で、全てのことに強い主張を持っています。この派閥はかつてのキャプテンが語ったとされる、敬虔なる社会は進歩、平等、そして伝統を基礎とするという信念に身も心も捧げています。ニューロンドナーズとフロストランダーズは、生存戦略についての意見で衝突しています。どちらも経済的、社会的問題について強い意見があるわけではないのですが、それからニューロンドンの歴史における役割を踏まえて、フェイスキーパーズを軽蔑の目で見る者も現れてきましたが、目立たないようにしているようです、今のところは。石炭危機への対処の結果により、最初の決断は執政官の職務を継続するかどうかになった。さあ、じゃあ俺は継続していいんでしょうか。会合開始。
なんか PV で見たようなあの議会のあの画面になるのかな。うわあ、マジ議会だわ。いつか評議会に戻ってきたら、その時は新たな法案を出して投票を行うことができる。だが今は特別な投票が必要だ。あなたはリーダーとしてニューロンドンに複数ある共同体の承認を得なければならない。失敗したらあなたの指導的地位は終わりを迎える。了解したくないけどするよ。どういう感じこれ。評議会メンバーをダブルクリックするとプロフィールを表示。ほう。フロストランダーズ共同体。ニューロンドを離れ町の外に恒久的な拠点を設立するため旅立った開拓者の集団。ホワイトアウトの時代にその夢は敗れたが、適応と起点の、まあ、冒険好き、好きじゃねえな。冒険に希望を見出した人たち。共同体奉仕。がフロストランダーズ。フェイスキーパーズが格闘家。断食に挑戦して3時間で断念した。代表者仲間のくちゃくちゃ噛む音にイライラを募らせている。やばいな。フェイスキーパーズ、町の 12% 全然なんか幅座ちっちゃいけどね。あ、なんかいろいろ言ってるわ。マニフェストとか言ってるわ。進歩、平等、伝統。アンロック?どういうことだ?いやー。ニューロンドナーズ共同体、まあ、共同体っつってのはまあ同じような思想というか、まあ、考え方をしてる人たちが集まっただけで派閥を組んでるわけじゃないみたいな感じか。変えようとは思ってないんだな多分。街を変えようとは。フェイスキーパーズは街を変えようとしてるっぽいよね。ちょっと服装からしてなんかちょっとやばいもんね。で、投票まで10周。信任投票。うん。意見割れてる。反対の方が多い。この場合だから交渉しないと俺は追放されそう。あなたへの信頼がもう軽蔑だもの。信頼されてないもの。ちょっとじゃあ今回は投票しちゃうか。交渉するとこの支持と反対を動かせるってことかな。選択肢によっては反対が増えたりしそうだけど、じゃ投票します。51票以上あれば。これ追放っすか。信任投票51票で継続。3票足りませんけど追放っすか。俺キャプテン時代も何度も追放されたけど、いや了解も何もねえんだけど。ああ追放されました。あなたは失政官ではない。信任投票失敗。新たな失政官として受け入れられようというあなたの試みは失敗した。二度目のチャンスはない。あなたの立候補の権利は永遠に失われた。民衆に呆れられたあなたにもはやこの町での居場所はない。打ちひしがれたあなたは町を立ち、自分のような追放者が暮らしていける新たな住処を探し始めた。
そんなところが見つかるというのか。あなたは信任投票で信任を受けられなかった。挫折の始まり。俺の人生の終わりじゃないのかこれ。さあ、こうオープニングに戻ってきました。ガチムズですね。まあちょっとまあいろいろとまた分かったところもあるので、いやまあそのあれだよね、最適解を最速でだよね。その研究所を建てる場所が分かんなかったりとか、ダスト炭鉱の研究が遅れたりだとか、あとその資源に対して複数こうまとめておいていいだとかに気づいてなかったのが問題ではあるので、今日得た教訓をまた次回に活かせればいいですね。だが俺はキャプテンでいることを諦めません。また次回頑張りましょう。それではまた。